あんまり言いたいことを言えない人も多いと思っている。私が言わないでどうするみたいなのは結構自分の中で感じているところであります。私も頑張ろうって思うだけだとすごいつまらないし、日本の女性が本当にやりたいことに挑戦できる社会を作る。何でも話してもいい環境っていうのはすごく私はありがたいなと思っていて、ディーンの場っていうのはそこにいる人たちが全員がポジティブだし、お互い背中を押し合うっていうことを前提としているので、実際にこう自信がなくてできなかったこともちょっとじゃあやってみようかなと、100あるうちの100全部やらなくてもいいから2ぐらいまずやってみようかなみたいな感じで、小さなステップをこう踏み出していくっていうのはすごく自信、自己肯定感を高めることにつながると思ってます。そのイベントに来て、ああ楽しかった、私も頑張ろうって思うだけだとすごいつまらないし、実際の行動につながらないので、参加している人たちがこう交流をしてお互いをサポートできるような場所を作りたいっていうので、そのイベント、毎月のイベントと2週間に1回定期的に会うサークルっていうイベントを、いろいろ声をかけて始めたっていう感じです。あんまり言いたいことを言えない人も多いと思っていて、これで私たちが声を何も言わないまま何も変わんないなっていうのが結構自分の中にあって、自分が何かできることっていうと、リーン東京を通じ何かを伝えたりとか、自分がなんか発言をメディアで発言をするっていうのもそうだし、私が言わないでどうするみたいなのは結構自分の中で感じているところであります。日本の女性が本当にやりたいことに挑戦できる社会を作る。私のドリル。